ローマ建築は古代ローマの文化、芸術を代表する建築様式。共和制、ローマ、そしてローマ帝国の支配地域に広く残る遺跡と、ウィトルウィウスの残した建築についての存在により、ルネサンスに始まる古典主義建築の源泉となった。ヨーロッパをはじめとする西方世界において、極めて重要な位置を占めるローマ建築は、エトルリア建築。 そしてギリシア建築の影響を受けつつ発展していった。古代ローマにおいてギリシア美術の影響は特に強いものとなったが、古典期のギリシア建築がほとんど一つの彫刻のように捉えられ自己完結的であるのに対し、ローマ建築では建築物相互の関係性、社会的要求、美的要求、その他の要素が複合して成り立っていると考えられている。そのため、 ギリシア建築といえば、すぐに周囲から孤立した神殿を思い浮かべるが、ローマ建築では神殿でなく、神殿やバシリカなどを包含したフォルム、円形闘技場、公共浴場などの公共施設が想起される。また、精密に構築されたローマ水道、水道をかけるためのアーチ、建築物の天井を覆うボールと、ドーム、橋などの優れた土木、建築工学は、 古代ローマの文化水準の高さを物語っている。ハドリアヌス帝が作ったパンテオンの内部にムのメゾンカーレイギリシア神殿とエトルリア神殿の形式が混じり合った帝政初期の神殿建築。ハドリアヌスのビラギリシア伝統のオーダーとローマンコンクリートによる造形が融合したテ宅タック建築。マクセンティウスのバシリカ末期ローマのバシリカローマ建築は 紀元前6世紀頃から4世紀までに形成された古代ローマの建築である。4世紀以降、ローマ帝国の行政府と文化は東方に継承され、15世紀まで存続することになるが、この東ローマ帝国の建築はビザンティン建築として普通ローマ建築とは区別される。古代ローマは紀元前1世紀に地中海を取り巻く広大な地域を勢力下に置いたが、 共和政治大末期から、帝政末期までの前時代を通じて、首都ローマと、先進的な東方の俗集、蛮族の拡挙する北方の建築活動は一様ではなく、当然、その意象も、地域的な際が、大変大きかった。ただし、外して、ヘレニズム文化を要する東方俗集は、伝統的要素の源泉であり続け、ローマ建築の影響を受けるのが遅く、一方で、ガリア、 ヒスパニアなどの北方、西方族州は様々な点で首都の建築を素早く取り入れ、これを自由に発展させていく傾向にあったと言える。地域性があったとはいえ、ローマに組み込まれ、または新たに建設された都市には、ローマ市民権と共に、ローマ式の社会制度、宗教、文化が導入され、これによって、ローマの族州は着実にローマ化されていった。 地中海を掌握し、地中海世界の支配者となった古代ローマは、地方から流れ込む潤沢な資本と有力者の寄進によって活発な建築活動を行った。エトロリア建築の遺産を引き継いだ、共和制時代のローマ建築は、ギリシア建築から多大な影響を受けつつ、ローマの社会に即した施設を構築し、独自の建築技術であるオープスカエメンティキウムを開発する。 ただし、ローマンコンクリート技術については、共和制時代の首都がギリシア芸術の影響で保守的傾向を示していたため、最初はローマ人入植地や軍事拠点となる地方都市の目立たない場所や施設でひっそりと運用されるだけであった。紀元前二十七年に訂正が敷かれると、建築を含む諸芸術は皇帝の好みを直接反映するようになり、ローマンコンクリート技術も 積極的に活用されて衣装面での革新をもたらした。このため、ギリシア建築が持つ権威は依然として高かったものの、その重要性は相対的に低下し、一世紀後半以後のローマ市では、純粋なギリシア建築の意装を持つ建築物が建設されることはなくなった。帝国最盛期となるご検帝時代には、首都においてローマンコンクリートを用いた独創的かつ壮大な、 建築が生み出され、皇帝の手による首都、あるいはその近郊の建築活動が、ローマの建築を牽引する役割を担った。しかし、2世紀の四半世紀を過ぎると首都は公共建築で、飽和状態となり、建築活動は停滞。続く3世紀の危機と呼ばれる時代には、首都の建築活動は完全に停止する。帝国の防衛システムが機能不全に陥ったことで、 北方から北東部、東方では大規模な内戦や他民族の侵入が頻発するようになり、これらの地域の建築活動もまた著しく低下した。この時期、ローマ建築は交易によって経済的繁栄を謳歌していた北アフリカ沿岸部の都市で維持された。3世紀末になると首都の建築活動は再開されるが、ローマ帝国を取り巻く環境は大きく変化していた。 ローマ市は首都としての名誉は得ていたものの、もはや帝国の中心都市ではなく、その活動はテトラルキアによって選ばれた都市に継承された。また、帝国各地では伝統的なローマの神々ではなく、東方の宗教が信仰されるようになり、その施設が各地に建設されるようになった。コンスタンティヌス一世によってキリスト教が公認されると、ローマ建築は、 キリスト教の礼拝空間を生み出す素地としての役割を果たした。395年のテオドシウス一世の死によって、ローマ帝国は西と東に分裂したまま二度と統合されなかった。西ローマは476年に消滅し、情勢不安、移民族の侵入、戦争などの渦の中で、その建築も徐々に消滅していったが、東方ではその経済力と技術力によって、 ローマ建築はさらに発展していくことになる。都市建設、土木技術に優れる。エトルリアから直接の影響を受けるようになった紀元前6世紀前後はローマ建築の黎明期にあたる。発掘された遺跡から紀元前2世紀に至るまで神殿の構成にギリシア建築の要素はあまり見られず、また紀元前2世紀以後にギリシア文明に直接触れた後もローマは 単純にギリシア建築を導入したわけではなかった。ギリシア芸術の導入と北方の植民史ローマのカピトリノスにあったユピテル・オプティムス・マキシムス、ユ能ノーミネルーア神殿典型的なエトルリア神殿の形式。内陣が3室あり、中央にユピテル人、両脇にユ能ノ人、ミネルーア神が祀られていた。ローマのポルトゥノス神殿内陣が付け柱になった。 ギ似集中式の神殿。上のユピテル神殿と比べるとギリシア神殿の影響がわかる。紀元前4世紀までローマ市は地中海文明からは完全に取り残された。どちらかというとあまり目立たない存在だった。ローマの最初の建築はその歴史が示すようにエトルリアからの直接的な影響を受けている。初期のローマの神殿。 例えば紀元前509年に封建されたと伝えられるカピトリヌスの丘のユーピテルオプティムス・マキシムス、ユーノー・ミネルーア神殿は深い軒を内陣の前面に有し、内陣が三連の室からなるため、間口の広がった横長のほぼ正方形に近い平面であった。このように低く横に間延びした構成はギリシア建築の神殿とは全く形態が異なる。 三つの内人は、都市の建設に際して、カゴを求める見柱の神、ユピテル、ユーノー、ミネルューアのためのもので、そのカゴは、神殿から見渡すことのできる範囲に限られるため、この神殿は、市の最も高い丘の上に、基壇を構築して建設された。ポディウムを設けて建築物に記念的な効果を持たせる、試みは、エトルリアにおいても、比較的新しい発想で、その意識は、 ギリシア建築の影響によるものと思われるが、儀壇の形態そのものは、ギリシアのものではなく、エトルリアの神殿建築に由来している。このほか、紀元前5世紀初期にホルム・ボアリウムに建設された、ホルトゥナ・マーテル・マートゥータ神殿も、発掘によってほぼ同じ構成を持つ、エトルリア式神殿であったことがわかっている。神殿以外の建築物について、多くのことはわからないが、 パラティヌスの丘に残る紀元前6世紀頃の貯水層及び同時代の紙壁などは技術的面においてエトルリア建築のものとよく一致している。しかし紀元前4世紀になるとローマは転換期を迎える。紀元前338年のラティウム戦争の勝利によってローマはカンパーニアにまで勢力を広げ紀元前275年のエピロス戦争と 紀元前247年の第一次ポエニ戦争の勝利によってマグナグライキアがローマの勢力下に置かれた。紀元前200年頃のこれらの地域は、シュラクサイやアクラガス、ポセイドニアなどのギリシア植民都市が拡挙しており、そこはまさにヘレニズム文化の領域であった。ローマはさらにポエニ戦争の終結後、紀元前200年にマケドニア王国と初戦を開き、 紀元前146年にコリントスを征服、マケドニア王国、アテナイを制圧してバルカン半島に進出した。文化的に高い水準を維持していた南イタリアやバルカン半島の征服と略奪は、ローマに多くのギリシア芸術をもたらし、これに反発する人々はいたものの、ショースキピオやルキウス・アエミリウス・パウルス・マケドニクス、 クイントスカエキリウスメテルスマケドニクスをはじめとするローマ人に受け入れられ圧倒的な影響力を及ぼすことになった。建築についても紀元前2世紀末にはヘルモドーロスのようなギリシア人建築家がユピテルスタトル神殿を設計するなどの活動を行っている。ギリシア建築の影響は神殿建築に顕著に現れており、エトルリア時代の木とテラコッタからなる 平たい構成の神殿ではなく、ポルトヌス神殿のような、大遺跡を用いた、疑似集中式の構成を持つ神殿が出現した。オーダーについても、疑似的なオーダーは移送され、ヘラクレス・ウィクトール神殿に見られるような、正確なギリシア式オーダーに変貌した。このようなギリシア芸術の影響は、ローマが衰退し、古代建築の基範が崩壊する4世紀頃まで、 ローマ建築の中に受け継がれた。一方、ローマは地中海とは異なる方向、アルプスに至る北方地域にも領土を拡大していた。共和制時代に北、イタリアには多くの植民地が建設されたが、これによってローマはローマ式の社会構造とそれを収容する施設を都市に導入する機会を得ることになった。アリミノム、プラケンティア、ティキム、ネマウスス、 コムムなどの軍事拠点都市には、ローマの社会構造と地中海文明の都市形態が導入され、格子状の街路によって整然と区画された都市の形は現在でもはっきりと認めることができる。ローマ社会の形成と、共和政時代の建築期限前2世紀以後、急速に進んだ社会構造の複雑化に対応するため、ローマではギリシア起源の建築も独自に修正され、 都市の中に組み込まれていった。特に南イタリアでは、典型的なローマ建築と思われている建物、すなわち闘技場、劇場、そしておそらく公共浴場とバッシリカが作り出された。共和制時代の都市が残るポンペイの遺跡では、紀元前55年に建設された最初の高級的なローマ劇場と闘技場が残っている。バッシリカもローマ領内では初期のものに属する。 このように、共和制時代のローマ建築は、社会構造に適した建築を新たに作り出したり、あるいはギリシア由来の建築物を機能に沿うべく、作り変えたりしていた。フォルムロマルムのタブラリウムフォルトゥナプリミゲニア、新域共和制末期の紀元前45年には、ローマは地中海を中心として、大西洋から国海に至る広大な領土を獲得した。そして、あらゆる都市に、 首都ローマの政治的、社会的構造と文化をもたらすことになった。フォルムとこれに付随するバシリカ、クリア、コミティウム、タブラリウム、サエプタ、そして神殿などの公共建築は、首都の建築を直接、または間接的に模倣して建設された。現在のローマ市に残る、共和制時代の世俗建築は、紀元前78年に建設されたタブラリウムしか、ないが、 オスティアやコーサなどの共和制書期に建設された植民史ではかつてローマに建設されていた建物を模倣した公共建築物が発掘されている。ただし植民史はローマの影響を受けるばかりではなく保守的な首都に代わってローマンコンクリートなどの新技術を取り入れる実験上の役割を果たしていた。代表的なものがアーチとトンネルボールとの採用である。 紀元前4世紀までにアーチの運用方法は確立されていたが、最初は目立たない場所か、あるいは倉庫などの美的観点が要求されないものに使用されていた。紀元前2世紀頃になると、ポンペイの円形闘技場やペルージャのポルタ・マールツや門などに見られるように、建物の開口部をアーチの連続するリズミカルなものに変えてしまうほど活用され、やがてこれは、 首都ローマの建築にも導入された。このような運用が確立されると、オーダーは構造的な意味を失ってその権威も低下するが、オーダーが単なる装飾として意識されるようになるのは、さらに後の時代になってからである。プライネステノフォルトゥーナプリーミゲニアの聖域は、共和制時代の最も完成された建築であり、しばしば初期ローマ建築の傑作とされる。 この建築の正確な建設時期は議論があるが、ローマ建築がその独自性を最初に顕現させたスッラの時代、すなわち紀元前2世紀から紀元前1世紀の間と推定されている。バロック的と評され、階段上に熊田5つのテーラスを上がるごとに建物の姿が現れる仕組み、アーチによってリズミカルにまとめられた立面、そしてローマンコンクリートによる 格観ボールトなど、あらゆる要素で時代を先取りした建築となっている。ローマ帝政時代になると、ローマ建築の最大のパトロンは皇帝となるが、元老院議員や属州総督、都市三次会員などの有力市民層による公共建築の建設も活発であった。帝政初期までに、ローマ建築の中に、ヘレニズム建築は完全に浸透し、アウグストス統治下において、 大理石による仕上げを用いることで成熟していった。同時に、ローマ建築は、保守的傾向を強く示すことになるが、一方で、ローマ大化の後に、ネロ帝が建設したドムスアウレアやドミティアヌス帝のドムスアウグスターナでは、ローマ建築に、新しい造形が導入された。アウグストゥスによるローマの整備ホルムロマノム左より、セプティミウスセウェルスの外線門。 サートルヌス神殿、バシリカ・ユリア、右側丘の上にドムス・アウグスターナ、中央奥にフラウィウス・エン闘技場が見えるユリウス・カエサルと、その後継者にしてローマ帝国の初代皇帝となったアウグストゥスは、保守的傾向の強い共和制末期の建築を継承した。彼らが元老院が統治する共和制から皇帝に権力が集中するという政治組織に転換したことによって、 皇帝の影響力は絶大なものとなるが、建築も例外ではなく、何よりもまず皇帝自身の好みや選択が建築の形態を決定するようになった。これはローマ建築の新たな潮流であり、時代が下るにつれてこれが顕著に現れてくるが、アウグストゥスが皇帝になった当時は、複数の流行が同時代的に見られ、彼の時代に、 特有な建築的特徴というものはあまり見られない。アウグストゥスは絶大な権力を保持していたが、自らを共和体制の秩序の中に止めるよう慎重に振る舞っており、一個人としての彼の趣味や傾向が一つのスタイルとなって建築に反映されることはなかったようである。しかし、アウグストゥスの好みを示唆する建築物が全くなかったというわけではなく、彼の時代を代表する 建築物はいくつか挙げられる。その一つがアウグストゥスのホルムで最終的に完成したのはおおむね一世紀末と考えられているが、建築の骨格部分はアウグストゥス存命中にはすでに完成していた。全体構成はカエサルのホルムを繰り返したもので、建築として際だった特徴は持っていない。ただしスエトニウスがアウグストゥスがレンガの都市であるローマを 大理石の都市として残したことを誇りにしていたと記録しているように、このフォルムには類を見ない大理石装飾がふんだんに取り入れられており、これがアウグストゥスの思考を示す数少ない事例の一つとなっている。大理石彫刻はネオアッティカ派の職人の手によるもので、夜会のカリアティードはアテナイのエレクテオンを模倣したものである。アラパキス同じく、 ネオ・アッティカ派によるアウグストゥスの時代の彫刻作品としてアラ・パキスを挙げることができよう。アラ・パキスは13年の内乱平定を記念して作られた祭壇で政務官やウェスタの巫女が毎年儀式を行うことになったが、これはアウグストゥス自身の偉大さを誇示するものであった。様々な植物が絡み合う知的で洗練された彫刻は完成度が高く、 ギリシア美術の影響は歴然としているが、一方で祭壇を壁で囲む構成やアウグストゥスを中心として明確な異界を表現する手法はローマのものである。このようなアウグストゥスのホルムやアラパキスの性格はギリシア芸術の権威とローマの建築工房の保守的傾向の帰結であり、彼の時代のローマ建築の特徴を端的に示している。 アウグストゥスによるローマの大規模な整備は、彼の部下で友人でもあったマルクス・ウィプサニウス、アグリッパの手腕によるところが大きい。特に開発が進められたのが、アラパキスの立つカンプス、マルティウスであった。この場所は、長らく宗教的タブーによって、未開発のままだったが、アグリッパは、テベレ川の治水工事を行って、敷地を確保し、エジプトから取り寄せたオベリスクを指針とする人系の、 広場を造営した。さらに、ウィルゴ水道とユリア水道を建設。これとともに、水道管理官を組織して、水道の分岐間を計測して、送水量を調整するなど、ローマの浄水道システムを整備した。そしてローマ始発となる浴場、及びパンテオンを建設したが、これらは80年の火災によって、完全に失われている。 ローマ中心部の開発ユリウス・クラウディウス・朝からフラウディウス・朝までのローマ建築は決定的に保守的で、概してヘレニズム建築の延長であったがアウグストゥスの時代に顕著であった。この古典主義的傾向はクラウディウスの時代になると緩やかに衰退し始める。クラウディウス帝時代に完成したプラエネスティーナ門のようなルスティカ仕上げはそれまでの古典的衣装とは相入れず、 それまでの伝統とは異なる新しい建築の表現が現れつつあったことがわかる。帝政初期のローマ建築にあって皇帝ネロが造形に与えた影響はかなり大きい。彼はローマ芸術の保護者を辞任しており、今日皇帝浴場と呼ばれている建築の先駆けとなるネロ浴場、そしてドムスアウレアを建設した。前者についてはほとんど何もわかっていないが、 後者は、ローマ市街を焦土と化した64年の大火災の後に建設された古代妄想的な巨大宮殿である。当時ローマ市は非常に密集した状態であったにもかかわらず、エスクイリノスの丘の斜面にテラスを作り、人工地とこれを囲む庭園を見下ろす素晴らしい景観を眺めることができた。現在はトライアヌス浴場の地下に残された一部のみが残る。 八角形を半分にしたような中庭を挟んで、方形の中庭を囲む食堂などがある部分と八角堂のある部分に分かれ、大まかな構成は当時の海辺に建設されたビッタそのものである。内部は大理石やモザイクを使った贅沢なもので、その装飾はルネサンス時代にグロデスクと呼ばれ、ラファエロ・サンティラに影響を与えた。しかし、 この建物の真に革新的な部分は、ローマンコンクリートによって構築されたボールと天井とドームが掛けられた八角型の部屋である。八角堂の形式は他に見られないが、ドムスアウレアで初めて採用されたとは考えにくいので、直接の原型があると考えられる。ドーム長部からだけでなく、これに付随する部屋への再構を確保できるような造形は、 オクタビアヌスの時代から培われたローマンコンクリートがあって初めて成り立つもので皇帝自らの邸宅に革新的な造形が採用されたことは他の建築に新しい技術や衣装をもたらす契機となった。コロッセウムファサードは各層ごとに異なるオーダーで構成されルネサンス期の建築家に影響を与えた。ドムス・ワグスターな居住用翼屋と中には ネロの追放とそれに続く混乱期の後、実権を握ったウェスパシアヌスミカドは、ウェスパシアヌスの命令権に関する法律が、元老院議決により制定されたことで、ユリウス・クラウディウス長に与えられた所得権を確保した。これにより、彼は火災や騒乱によって破壊されたローマの再建に着手し、怪人に介したカピトリウムのユピテル大神殿を再建するとともに、 平和が訪れたことを象徴する建築物としてテンプルムパキスを建設した。この建築物は三肩折れ中廊で囲んだ庭園の一辺を占め、ペディメントを持つ神殿の左右に図書館と美術館が付属していた。アテナイのハドリアヌスの図書館のモデルになった可能性も指摘されるギリシア建築の伝統に即した巨大公共建築であった。 同じくベスパシアヌスによって寄港され、ネロのドムスアウレアの人工池があった場所を埋め立てて建設されたフラウィウス円形闘技場は、こちらはローマの伝統的衣装に即した大建築物であった。コロシセウムの衣装はルネサンスの建築家たちによって繰り返し手本とされたが、当時はタブラリウム、バシリカユリア、マルケルス劇場に連なる。 どちらかというとすでに使い古されたデザインで、この建築物の素晴らしさはむしろ工学的な部分にあると言える。基礎はかなり深く作られており、池の後に建設されたにもかかわらず建物は全く沈下を起こしていない。下部構造は霧石による石石像で、上部構造は重量を軽減するためにコンクリートが用いられた。建設は4つの部分に分割施行され、 材料に応じて入念に工程分けされた。その組織的かつ効率的な建設事業は大変高度なもので、ローマ建築の技術レベルの高さを物語る。建築からビーリウスによって、93年から96年の間に完成したドミティアヌスの大邸宅、ドムス・ワウグスターナは、パラティヌスの丘にそびえ、古代末期に至るまで皇帝宮殿として機能した。 越見のための空間であるアウラレギア、バシリカ、ララリウムと用途のはっきりしない部屋を持った中庭、そして大円会場トリクリニウムからなる公式な空間はフォルムロマヌムに向かって配置されており、一方で私的空間はキルクス・マキシムスに向かう斜面に形成され、この二つの空間を列中に囲まれた中庭が接続した。皇帝の私的空間である翼屋は公的空間とは、 対照的な平面を持ち、中庭を介して、キルクス・マキシムスに向かって大きなエクセドラがあった。ドミティアヌスの計画した他の建築物は伝統に属した保守的造形であったが、このドムス・ワウグスターなのみは、ネロのドムス・アウレアと同じく、ローマンコンクリートによる革新的な造形を持つ建築物で、上階と下階の平面は完全に独立している。 敷地の条件によるものではあるが、このように居住空間を上下二段に構成する試みは、アトリウムと中庭のある平面的住宅から、都心部の多層型住宅への方向性を示している。ネルーア・ミカドと彼に続く後、検定時代は、ローマ帝国の最盛期であり、近代の歴史家によって、人類史上最も幸福な時代と評されたこともあるが、帝国の歴史を俯瞰するならば、 繁栄から衰退への転換期であったとされる。建築についても、すでに、ユリウス・クラウディウス長高期に、ヘレニズム建築の伝統は変質し始めていたが、後検定時代になると新たな建築衣装が明確に模索されるようになり、また、表現されることになる。ハドリアヌス帝の死以後、首都の建築活動は衰退するものの、この時代に建設された建築は、俗習のみならず、 初期キリスト教時代にまで影響を与えた。トライアヌスの時代のローマ建築、トライアヌス浴場右側の大きい方形部分がトライアヌス浴場。左下がティトゥス浴場。右下側が地下に眠るドムスアウレア。トライアヌスの史上トライアヌス帝の建築を考察する際には建築家ダマスカスのアポロドーロスの名を挙げなければならない。 彼がどのような思考を持った人物だったかについては議論があるが、ローマンコンクリート技術を巧みに操ることのできた技術者で都市計画についても知識を発揮できた人物であることは確かである。ローマの公共浴場はカンパーニアで始まったと考えられているが、いわゆる皇帝浴場と呼ばれるタイプの建築はトライアヌス浴場で完成された。この浴場は エスクイリノスの丘に建設され、ネロのドムスアウレアの居住用翼屋の後に建設されている。すぐ側には、ウェスパシアの住み角が寄港し、ティゥステイによって完成されたティゥス浴場があり、システムとしてはトラヤヌス浴場とほとんど同じであったと考えられている。ただし、トラヤヌス浴場はもっと大規模で、施設の中心に霊浴室、温浴室、プールが配置され、 これを両側から運動場が挟み込む形式となっていた。南側は窓ガラスがはめられた開口部がふんだんに開けられ、内部は大変明るかったと思われる。機能的にはそれぞれ個別の施設であった浴場とギムラシウムが完全に融合しており、中庭の外周には講義室、ギャラリー、図書館、店舗が組み込まれた。カラカラ浴場、ディオクレティアヌス浴場など、 以後の皇帝浴場はほとんど同じ形式の建物で、この浴場の影響がどれほど大きかったかがわかる。トラヤヌスのフォルムは、北方族州から導入されたバシリカフォルム、神殿複合体と呼ばれる形式で建設されたもので、ローマに建設された皇帝によるフォルムとしては、最後にして最大の作品である。フォルムの正編にはバシリカウルピアが建設され、 そのさらに西側に小さな中庭を挟んで、トライアヌスの神殿があった。中庭には、帝政初期の古典的な技法ではない、個性的な浮き彫り彫刻が施された、トライアヌスの記念柱がそびえるが、フォルム全体の性格は、アウグストゥスのフォルムにのっとったもので、バシリカ・ウルピアについても、造形は決定的に保守的であった。しかし、それでもバシリカ・ウルピアは、 ローマ帝国再美の建築とされ、大変賞賛され、属州で広く模倣された。トラヤノスの市場は、クイリナリスの丘とカピトリノスの丘を結ぶ、線上に計画されたトラヤノスのフォルムの一部を成しており、斜面の等高線に沿った3方向からのアクセスが考えられていた。下部はフォルムからバシリカを経て到達するもので、2層からなる半円形平面を形成する。 その上部の道は今日もビアベラティカと呼ばれる街路として残っており、3階建ての店舗と集合住宅に囲まれていた。東側はそこからさらに上の道に通じていた。トラヤノスの市場は実用的な商業建築であったので、大理石などの高価な素材による装飾は認められず、建物の装いはレンガだけで構成される。プランニングについても、 共和制時代の鈍重さから抜け出した自由なものでアーチを用いた戸口のリズミカルなパターンとカーブしたファサードはローマ建築の新しい構成要素の一つとなった。ハドリアヌスの建築と首都ローマの停滞古代世界で最も偉大な皇帝と呼ばれるハドリアヌスはトライアヌスが獲得したパルティアなどの不安定な領土の維持を放棄し国境線を確定したため ルコクバル国場の乱を除いては、帝国は平和な時代を迎えた。ハドリアノスによってもたらされた平和は、ローマ建築を成熟させ、帝国の威厳を体現するような素晴らしい建築を生み出すことになった。パンテオンのドーム中央は、露天の明かり取り、オクルス、ハドリアノスのビラカノプスハドリアノスの霊廟下部構造の部分が、ローマ時代のもの。上部は、要塞として改修された。 118年から128年にかけて建設されたパンテオンは現在でも内部空間を実感できるローマ建築を代表する建築物である。深淵の平面は大変単純なものだが圧倒的な大きさの半球ドームとその頂点から差し込む光によって象徴的な空間となっている。あまりにも完成された空間であったことと 構造を改変することが容易だとは思われなかったことでローマが完全にキリスト教を消した後もこの建物は破壊されず608年あるいは610年前後にキリスト教の聖堂として性別されたこの象徴性はおそらくその設計の中に隠された明快な比例関係に起因するまた基礎は地盤面下幅約7メートル 深さ約4.5メートルにわたって造成されたローマンコンクリートの上に組織された大理石で建物上部は業界岩、その上は軽石とローマンコンクリートによって成形されている。構造体には意図的に空洞がうがたれ建物の自重を軽減しており、工学的に見ても大変優れた設計が行われていることがわかる。ハドリアノスがティボリに作らせたビッラは 18世紀にイギリスで好まれたカントリーハウスに酷似した建築である。風景に対する憧れは、ローマの人々の心にすでに刻まれていたもので、キケロやティベリウス、ネロ、ドミティアヌスらは、自らの好む別荘やビラを所持していた。ハドリアヌスのビラは、この種の建築としては残存する数少ないものであり、特定の平面や構成を持たず、自然の環境や風景に応じて、 かなり自由に作られたビッターの特徴をよくつかむことができる。ハドリアノスの趣味はかなり折衷的なもので、彫刻については完全なギリシアのものからエジプト風のものまで一緒に置かれており、ほとんど構図化的であるが、建物そのものは技術的洗練と曲線の多様、色彩への関心、そして内部空間を外部に率直に表現することへの試みが見られる。 当時最新の住宅建築であった。カノプス、海の劇場、黄金の広間など、このビッターには多くの前衛的試みが詰め込まれているが、それがこのビッターの魅力であると言えよう。ハドリアノスの建設した建物で、最も有名で、最もよく目にするものが、現在はサンタンジェロ城と呼ばれているハドリアノスの霊廟である。上部は後に補強されたもので、現在は、 ローマ時代の株構造が残る。その着想はアウグストゥスの霊廟にあることは間違いないであろうが、より現代的な、そして要塞のようなデザインであった。実際に4世紀にはアウレリアヌスの地壁に組み込まれた軍事要塞として活用され、現在では完全に城として生まれ変わっている。ハドリアヌス帝の時代までローマ建築は衣装的にも工学的にも 絶え間のない開拓が試みられたが、アントニヌスピウスが即位した138年以降、ローマ市の建築活動は極端に鈍化した。首都ローマは2世紀中期には継続的な建設活動によって公共建築の飽和状態を迎えており、また文化的にも急速に進んだ西方族集に追いつかれようとしていた。皇帝による公共事業はセプティミウス・セウェルスからから アレクサンデルセウェルスまでの短い期間に行われただけで比較的大きな公共工事はカラカラ浴場、アレクサンデルセウェルスの浴場、そしてパラティヌスの丘の宮殿拡張工事が行われたに過ぎない。続く3世紀には政治的混乱によって首都の建築活動は完全に停滞期を迎え、やがて首都はコンスタンティヌス帝によって完全に見捨てられることになるのである。 首都の停滞をよそに、ローマ帝国領族州では劇的な変化を迎え、特に地中海周辺部は空前の経済的繁栄を達成した。リビアにはカルタゴの商業都市レプティスマグナとサブラダ、アルジェリアにはティムガットなどの都市遺跡がかなり良好な状態で残っているが、これらは地中海の物質文明の繁栄を今日に伝えている。東方族州の伝統的建築と、 地方様式ミレトスの公共浴場あとパルミラの幹線道路の列中主要道路に建設された列中路は東方から北アフリカの各都市で模倣された。バールベックのバッカス神殿ローマ帝国によって建設されたがローマ神殿の影響はほとんどない。ギリシア、小アジアの英華海沿岸部ではヘレニズムの伝統が常に生き続けた。 古代から繁栄を続けていた都市には、西方からの影響はほとんどもたらされず、アテネに建設されたアグリッパのオデオンなどは、イタリアの特徴を備えているという、その得意性から、むしろ注目される。東方族州も、最終的には、ローマの衣装と建築、土木工学を受け入れるが、バッシリカですら小アジアでは2世紀になって、ようやく導入されるほどで、 比較的すんなりと受け入れられた建物は公共浴場と劇場に限られる。エフェソスやミレトス、アンキュラなどにその意向が残るが、浴場は東方俗州において、先例となる施設がなかったため、イタリア形式のものがそのまま建設された。劇場についても、ヘレニズム時代にアナトリア半島を含む東方ではほとんど建設されていなかったため、ローマ時代に導入されたものが多く、 その形式もローマ特有の形式となった。その他の建築物、例えば闘技場などは結局全く採用されることはなかった。ただし、ローマ軍の拠点都市ではかなり強力なローマ化が図られた。代表的なギリシアの都市が俗州アカエアの州都コリントスである。コリントスは古代ギリシアを代表する都市であったが、紀元前146年にローマによって 完全に破壊され、現在の遺跡に古代ギリシアに由来するものはほとんどない。コリントスの都市としての骨格はオクタヴィアヌスによって作り変えられたものである。東方族集の中でもシリアではオクタヴィアヌスの時代が建築の転換期となった地域が多く、ヘレニズムの伝統が比較的浅い地域ではこれが顕著に現れている。建設者としての才能を持っていた。 ヘロデ大王は、アゴラ、ストアなど、都市の中心施設をヘレニズムの伝統を持った建築としたが、水道橋や浴場、闘技場のほか、神殿をローマ式で建設している。さらに、彼が共和制末期のローマ都市に採用されていた、街路側面の列柱を採用して、アンティオケアに建設した列柱道路は、その後シリアからアフリカの都市に大々的に導入された。 ユピテルヘリオポリスは、ローマの神々ではない土着神の信仰中心地であるが、アウグストゥスが都市を改変した後、徹底的にローマ化され、さらにアントノスピウスからカラカラの時代にかけて巨大な神殿が建設された。アウグストゥスの時代の造営には、首都ローマの国家建築を建設した人々が動員されたことが知られている。バールベックのようなシリア的ローマ建築は、 アンティオケア、ダマスカス、ゲラサ、パルミラなどで見られるが、例えば巨大な列中道路、中央アーチの左右に水平量を配置する、ペディメントなどは、柴叩く間に小アジアの都市を設計し、初期ビザンティン建築においても広く採用された。シリア的衣装が、コアジアのみでなく、地中海沿岸部にかなり早く広がったことは、ローマ建築における首都の影響力が、 ますます低下していったことを意味する。2世紀には、俗州の文化的、経済的水準は、首都ローマに匹敵するほど底上げされており、建築のアイディアは、首都ローマを経営することなく、俗州相互の間で交換されるようになった。また、俗州では、イタリア半島のように良質なローマイコンクリートを得る、ことができなかったため、建築材料は主にレンガを用いたものとなった。 レンガでボールトを構成するという、西方世界ではほとんど採用されることのなかった技法は、やがて、ローマ建築の新しい手法となり、後に、ビサンティン建築に継承される。後期のローマ帝国の情勢は、まず、皇帝の権力が、帝政前期のものから変質したことに現れている。また、蛮族の侵入による、情勢不安は、ローマ軍団を肥大化させ、 国家財政の逼迫により、徴税の強化を図るため続州の再編成や、官僚機構を整備させることとなった。4世紀以降は、貧富の差が激しくなり、それまで都市の建築活動の担い手であった、都市三次会をはじめとする都市の有力者の裾野を狭めることになった。加えて、彼らは都市の建設活動よりも官職によってその権威を競うようになり、 裕福市民層からの寄付を失った都市の建築活動は衰弱していくことになる。首都の衰退とテトラルキアアウレリアヌスの私壁首都防衛のためにアウレリアヌスの命で建設が開始され、プロブスミカドの時代に完成する。ポルタニウラすでに五検定の時代から、ローマ帝国は衰退を始めており、特に国境防衛力の弱体化は、マルクス・アントニヌス帝の時代に顕著となった。 さらにセウェルス朝以降になると、東方では、サーサーアン朝の北方では、ゲルマン民族の侵入が繰り返されるようになり、デキウスミカドはゴート族との戦いで廃止し、ウアレリアのスミカドはサーサーアン朝に敗れて捕らえられるなどの危機的状況を迎えたため、軍事力の強化は、帝国の第一の課題となった。パルミラ帝国とガリア帝国を平定した。 アウレリアヌス・ミカドは、北方蛮族の脅威に対して、失われて久しかった、ローマの死壁を復活させた。彼の時代には、ローマ史にそれほど差し迫った、危険性はなかったものの、死壁が建設されたという事実そのものが、帝国の現状を象徴する出来事であった。このような事態をもたらした三世紀の危機の時代は、ディオクレティアヌス帝が四分岐性と呼ばれる。 統治方法を構築して一時的に収束する。ディオクレティアヌスをはじめとする4人の皇帝は、それぞれ活動の拠点を地方都市に移したが、その結果、ローマ市は名目では首都であり続けたものの、実質的にローマの中心地ではなくなった。テトラルキアによって建設された4つの首都の構造は、断片的な情報しかないものの、ローマの構成を模倣したものであったことが知られている。 ローマ市がキルクス・マキシムスを見下ろす位置にドムス・アウグスターナを配置しているように、これらの首都においても皇帝宮殿の側に大競馬場が建設された。これは後に、ローマ帝国の首都となるコンスタンティノポリスにおいても繰り返された。このうち、最も多くの遺跡を見ることができるのは、コンスタンティノス一世の本拠地であったアウグスタ・トレウェノルムで、 コンスタンティヌスの浴場や現在ではバッシリカとして知られる皇帝検出などが残る。それ以外の都市の遺跡はほとんどないが、ローマンコンクリートによる独創的な造形が採用されていたと考えられる。同時にまた、都市は強固な支壁によって防衛されており、その堅牢さはトレウェノルムのポルタニグラから伺うことができる。テトラルキアの首都ではないが三百五年に、 ディオクレティアヌスが陰性するため建設したスパラトゥムの大邸宅も、やはり軍事的な側面が、色濃く、高い城壁と見張り塔によって防衛された、閉鎖性の強いものであった。内部の衣装はオーダーとアーチを繰り返し、コロッセウムなどの伝統的な手法を踏襲している。ものの、持ち送りやエンタブラッチュアにアーチを挿入する手法などは、シリア特有の衣装で構成されている。 ローマ建築はヘレニズムに由来する伝統的造形に固執し続け、これはローマ市において特に顕著で、クリアなどの伝統的な建築物のほか、ディオクレティアヌステによって建設されたディオクレティアヌス浴場やコンスタンティヌスの外旋門においてなお健在であったが、後期のローマ建築は外してローマンコンクリートによる自由な造形を特徴とする。トレベロムやスプリトだけでなく、 ローマにおいてさえ、マクセンティウスのバシリカや、キルクスなど、ローマンコンクリートによる革新的な造形の建築物が建設された。ミネリューアメリカの神殿と呼ばれている、リッキニースによる宮殿庭園のパビリオンは、パンテオンと同じく円形平面でドームをいただく建築であるが、内部はパンテオンのような幻覚、静質なものではなく、大きな開口部と壁面に、 半円アーチのニッチを有する動的なものとなっている。ドームの構築に対する技術もパンテオンから大きく進歩しており、素焼きの陶器を埋め込んで軽量化するとともに、フォルムロマヌムのロムルス神殿などでは、極率の異なる二重ドームをかける工法が確立された。末期ローマ建築と初期キリスト教建築サンロレンツオ聖堂下部は末期ローマ時代のものである。 ガンラプラキリア霊病小さいが末期ローマの重要な建築物、内部に美しいモザイクがある。四分地制はローマ建築に新たな息吹を与えたが、このような体制はディオクレティアヌスの強力な手腕によって維持されたものであり、彼の死後、ローマ帝国は急速に安定を失った。混乱の中でコンスタンティヌス帝がリキニュース帝に打ち勝って、 ローマ唯一人の皇帝の座に就いたとき、ローマの政治体制は、文献行政でなければ成り立たないほどに肥大化、分散化していた。現実的選択として帝国は二つに分けられ、テオドシウス一世の死後、東はコンスタンティノポリスを、西はミラノ、後にラベンナを首都とする統治体制は統合されることは、なかった。その結果、経済的に恵まれた東方では、 ローマ建築は新たな建築の道を開き、西方世界は歴史の荒波の,の真っただ中に放り出され、衰退することになる。ローマ建築の最終局面はキリスト教と深い関わりがある。3世紀の危機の時代以降、すでにローマ帝国領では至るところでミトラ教、マニ教などの東方宗教が信者を獲得したが、最終的に成功を収めたのが、 コンスタンティヌスに協力したクリストス教であった。コンスタンティヌスがニコメディアで発した直例によってキリスト教が容認されるとローマ帝国の領内ではいくつもの大教会が建設された。当時のキリスト教徒はローマ建築が培ってきた様々なプラン、思考方法、技術からあらゆる要素を任意に選択することができたが彼らは教会建築として ローマの世俗建築であったバシリカを多く採用した。ただし、これらの教会道にボールト天井のものは存在しない。キリスト教徒にとってローマのボールト構造は世俗的で物質的なものだったらしく、ボールトはかなり後の時代になってから採用された。装飾についてもフレスコが使われず、光を反射させるモザイクによって壁の了解を 極力非物質化させる努力が払われた。初期キリスト教建築は、東ローマ帝国の潤沢な資金と継承された、高度な技術の中で成熟していき、6世紀に、ハギアソフィア大聖堂として、その最も完成された姿を表すことになる。東ローマの建築に対し、395年の分裂から、西ローマ帝国の滅亡までの間、西方のローマ建築は、 いわば喪失の時代であった。西方族州に侵入したゲルマン民族を弱体化したローマ軍は相当することができず、西ローマ帝国の国家基盤は早々に瓦解する。408年の将軍スティリコの死によって、西ローマ帝国は蛮族に対抗する力を失い、410年には西豪都族のアラリック一世によってローマ氏が陥落した。その後、 将軍アイティウスの活躍によって、アッティラ率いる、粉族の占領を何とか阻止するものの、455年に、ガイセリック率いるバンダル族の侵略に抗いきれず、ローマ市は壊滅した。ローマ建築の活動中心地は、すでに新たな首都ラベンナに移っており、その建築は現在でもラベンナに置いて見ることができる。同時代の東ローマ帝国の建築活動に比べると、 比較にならないほど小規模なものだが、その活動はガ、ガンラプラキディアの寄進によって、そして西ローマ帝国が滅びた後も、6世紀にランゴバルト人が侵入するまで、東ゴート王国、そして東ローマ帝国により継続された。ローマ帝国では、ギリシア芸術古典的形態を保持することが、慣例化しており、通常ローマ芸術とされるものの多くは、ギリシアの建築家、 芸術家の策によるものである。ギリシア芸術の権威は高く、新たな形態を導入するには、それを意図的に打開しなければならなかった。その中で、新しい造形を生み出す助けとなったのが、技術革新とローマ特有の新しい施設の建設であった。都市の建設共和制時代の前期から中期にかけて、ローマ市は隣接都市を九州合併していったが、 積極的に都市を建設することはしなかった。当時のローマ市は領域国家としての性格を持たず、一定以上の領域の拡大が基本的には不可能であったことや、エトルリア人入植地をはじめとする中央イタリアの都市やマルツァボットなどは5番目上の規則正しい都市構造を有すものが多く、ローマ守備隊はこれを利用して中屯すればよかったため、 都市の建設を促すような積極的な要因はなかった。しかし、ラテン戦争によって、ローマの勢力域が拡大すると、これらを軍事的に防衛し、かつ社会的に統治する必要性が生じ、ローマ及びラテン同盟都市による植民地の建設が活発に行われるようになった。紀元前4世紀から紀元前3世紀にかけて行われた、 初期の植民主建設の第一義的意義は、ローマの支配地域の防衛にあり、一般に、ローマ市民権を持つ人々は、オスティア、アンティウム、アルシウム、プテオリ、サレルヌムなど、沿岸部に植民主を建設し、ラテン同盟都市による植民は、内陸部の防衛を主として設置された。ネペト、ルケリア、ナルニア、アリミヌム、ブルンィシウム、ボノニアなどのラテン植民主は、 その当時の勢力域の辺境に集中的に建設されたが、これらの都市はラテン同盟の解消によって、ローマの軍政に直接組み込まれ、ローマの軍事的増強に寄与するようになった。同盟史戦争の後、紀元前89年にポンペイウス法が施行されると、ガリア・キサルピナにおいて本格的なローマ化が始まる。この時期になると、イタリア半島での植民地は、 軍事的な側面が薄れ、ローマの社会制度の導入、資本の投入といった社会的、経済的な側面が明確になってくる。植民主の建設目的が、具体的にいつ頃から変化したのか、という点については、はっきりしないが、ガイウス・マリウスが、キンブリテウトに戦争の後に、もともと無産市民であった、大役兵を、アフリカ、シシリ、アカイア、マケドニアなどに植民させたように、 共和制末期には軍事的な側面を持たない植民史の建設活動が行われている。ルキウス・コルネリウス・セッタなどは民衆派に属した初都市から大量の土地を没収して、これを退役兵に割り当て、クルシウム、ファエスライなどの植民史を建設したが、彼は都市に割り当てられるトリブスに手をつけない代わりに、指揮官の退役兵を各地に大量に送り込むことによって、 これらのトリブスをそのままスるった指のトリブスにしている。ガイウス・ユリウス・カイサルも、北方属州に、ルグデヌムとアウグスタ・ラウリカなどの都市を新設し、スルッダ同様に退役軍人を入植させて、政治的な基盤とした。また、対ギリシア戦で壊滅したコリントスに、無産階級の市民8万人を入植させて、再建しているが、これによって、 ローマ市民への無料穀物配給を減少させている。ローマの都市構造トレウェロルムの復元生前と区画されたローマ特有の都市構造。浴場などに隣接する左手側を上下に貫く道がカルドである。都市を新規に構築するにあたって、その計画を逐一立案するのは大変な労力と想像力を必要とするため、ローマは 都市の構造を一定の原則に沿って構築した。これは同時に、ローマの社会構造そのものを、その支配地域に組み込む働きを担っており、俗州のローマ化に対して、大いに貢献することになる。ローマの新設都市は、地中海東部に普及していた、幾何学的な構造を有する、いわゆるヒッポダモス式都市計画の系譜に連なる。ローマ人は、都市を一遍に千四百ペース、 100ヘレディアの正方形に整然と区画する手法を用いたが、さらに東西南北に大きな幹線道路を通している。これは都市建設に際して用いられた基軸となる測量線を道路に整備したもので、南北に通る大通りをカルド・マクシムス、東西の大通りをデクマヌス・マクシムスと呼んだ。デクマヌスは正確な語源は不明であるが、カルドは 蝶津街や軸を意味し、天空がこれを軸にして回転しているということを示す。都市の創建者はアギ式に則っ,って、はじめに、この2本の軸線を決定し、都市の輪郭となる部分は、隙で土を掘り起こしつつ、溝を切った。この溝は、ポメリウムと呼ばれ、都市を他と性別する重要な溝であった。測量技師は、グローマと呼ばれる機器を用いて、測量を行い、都市を、 5番目状に区切っていく。ポメリウムの内側には矢様を持つ紙壁が建設され、デクマヌスとカルドの延長に4つの大きな縄文が設けられた。都市の中心にはムンデスと呼ばれる穴が掘られ、そこに供物が備えられた。ローマの歴史家たちによれば、これらの儀式はローマ人がエトルリア人から教示されたものとされている。実際に都市建設の儀式で大地の神が、 重要視されていることや、都市を守護するカピトリウムのミムロナイ人を持った神殿は、エトルリア由来のものである。都市の外部も正方形に区画されており、これらは農場として個人分配された。しかし、都市が経済的要因によって膨張すると、幾何学的構造は失われ、全く異なる形態の都市が形成された。一世紀末に造営された植民史であるクイクルムは、 カルドとレクマヌスが通り、両道路の交差部分にフォルムを持つ都市であったが、2世紀に都市の人口が市壁内に収容できる限界を超えると南に拡張された。かつての難問は都市の新しい中心になり、市壁の外側にフォルムとセウェルスの神殿、バッシリカが作られることになったが、新しい市街はそれまでの都市形態とは異なるものであった。 カルド・マクシムスはほぼそのまま延長されたが、旧市街の通りにあるような列中路は形成されず、レクマヌス・マクシムスらしき道路は直線ではなく完全な曲線である。外してその形態はホルムを中心とする放射状で、旧市街ほど明確な構成を持っていない。タムガスもまた一世紀末に建設された都市だが、やはり正方形のローマの伝統的な都市構成であった。ティムガトは、 カピトリウムのある市壁の西側に都市が拡張され、セルティウス市場などが建設されたが、この新しい街もクイクルムと同じく規則性を持っていない。このように繁栄を遂げた都市は膨張するにつれて、最初の骨格が不明瞭になっていく傾向にあり、また、ローマ帝国滅亡後に生き残った都市も、長い年月の間に五番目上の構成が失われ、迷宮化していくようになる。 周到に計画された都市構成が都市の成長とともに混迷していく様は首都ローマにおいても鮮明に現れている。首都ローマの構造古代ローマ市、セルウィウス城壁によって囲まれた最初のローマ市街地、クイリナリスの丘より中心部を見る。右上の二つの丘がカピトリヌス、中央にパラティヌスの丘、その向こう側にアウェンティヌスの丘がある。丘に囲まれた 定置部分がフォルムロマヌム。古代ローマ史上の写真とほぼ同じ方向を見る。右上がカピトリヌスの丘。ここからコロッセウムまでの間にフォルムロマヌムとパラティヌスの丘。その向こうにキルクス・マクシムスがある。フォルムロマヌムから右下に諸皇帝のフォルムがある。写真家中央の大きな建物がクイリナリスの丘のアウグスティウスの浴場。ローマ史は伝承によれば、 紀元前753年にロムルス王によってパラティヌスの丘に築かれたとされる。近年の発掘により、パラティヌスの丘の南西に紀元前10世紀以前の数世紀に遡る居住跡が確認され、またフォルムロマヌムとパラティヌスの丘では紀元前10世紀の墓地が発掘されているため、この時期までにローマの地にいくつかの集落があったと考えられている。 紀元前9世紀頃になると遺跡の数が増加し、墓地の場所もエスクイリノスの丘に移ることから居住空間が再配分され人口が増え始めたことが示唆されるが、これらが一群の大きな集団であったかどうかは不明である。紀元前8世紀末から紀元前7世紀前半になるとパラティノスの丘のゲルマルス法とパラトゥアリスミネに住居が発達し、 紀元前650年頃にはパラティヌスの丘とクイリナリスの丘を開ける急流の排水工事によって後に聖なる道と呼ばれる道が開通する。住居域はフォルムロマヌムやフォルムボアリウムとなる場所にまで拡大したが、ローマの都市化はプライネステなどの周辺村落よりも遅かった。最初のフォルム、フォルムロマヌムが整備されたのは紀元前7世紀頃で発掘により、 紀元前625年頃のティベリス川の洪水の後にコミテウムが舗装され、ほぼ同じ頃にクリア、ホスティリアと思われる建物も建設されていたらしい。現在、目にすることのできるフォルムロマヌムで最も古い遺跡であるラピスニゲルもおそらくこの前後に設置されている。紀元前7世紀末から紀元前6世紀末にかけて、ローマはエトルリア系の王をいただき、 聖なる空間の整備や瓦吹きのレンガ作り建築が建てられ始め、この時期にローマが急速に都市化されていったことがわかっている。フォルムロマヌムを中心として、カピトリウムからウェリアに抜けるビア桜、すなわちカルドマクシムスとアルギレトゥム通り、およびトゥスクス通りとなるデクマヌスマクシムスが形成された。この時期に都市を防衛する城壁が形成され、 7つの丘を包含する都市の輪郭も構成された。とはいえ、城壁は人口密集地に沿って構築されたのではなく、フォルムロマヌム近隣の人口過密地域以外では、人はまばらに住んでいるだけであった。当時、フォルムボアリウムやキルクスマクシムスはすでに存在していたが、カピトリヌスの丘からバティカヌス平原に至るカンプス、マルティウスは、 宗教的タブーによって開発されておらず、ローマ市から除外されていた。また、テベル川はあくまでも、城壁の一部であり、都市は河川をまたぐ構造にはなっていなかった。共和制時代を通じて、市街が拡張していくにつれて、フォルムロマヌム周辺にあるような整然とした都市は、徐々にその輪郭がわからなくなっていき、市中心部から放射状に抜ける道路に沿って、 雲の素状の都市が形成された。北に通じるラータ通りは市街を抜けると、フラミニア街道になり、アウェンティヌスの丘のふもとから南西に、オスティア街道が、カエリウスの丘のふもとから南に、アッピア街道がそれぞれ抜けるようになった。首都の人口が飛躍的に増大すると、ローマから明確な都市の構造は失われてしまうが、それでも都市の構造を明確にする意味から、 共和制末期にフォルム・ロマヌムでは再建が行われる。フォルム・ロマヌムは周囲を丘に囲まれ、雨水が溜まりやすい構造になっていたため、黒赤巻島が造営されていたが、これはボールトによって覆われ、敷石によって広場が形成された。フォルムの軸となるビア桜はすでに古来のデクマヌスとはかなりずれており、東西南北に軸線を構成することは不可能になっていた。 このため、聖なる道を東西に通すことは諦め、代わりにカピトリノスへ向かう方向が設定されたが、その結果、聖なる道は、ホルムの途中で著しく折れ曲がってしまった。周囲のホルム、神殿は、紀元前2世紀から、帝政初期にかけて継続的に造営され、今日の姿になるまでに、実に200年、近い時間を要している。ローマ市の再構築を妨げていたのは、 首都の保守性であったが、一方で超過密状態も、都市再建の大きな障害となっていた。平成初期の時代に、ローマ市の人口はすでに推定100万人を突破しており、次第に共同住宅は高層化、ありとあらゆる土地に住宅が建て込まれたため、公共建築を建てるスペースは限られていた。公共施設を訪れる人間も非常に多くなり、 裁判もバシリカでは対処しきれず、屋外で行われることが多くなった。ユリウス・カイサルは、このような状況を打開すべく、当時宗教的タブーによって開発されていなかった、カンプス・マルティウスに都市を拡張することをはじめ、カイサルのホルムの増営を開始した。この計画は、カイサルの死によって頓挫したが、対案としてオクタウィアヌスは、エスクイリノスの丘に、住宅の建設用地を確保した。 しかし、エスクイリノスの丘は、市中心部から遠く、結局ローマの過密状態は回復することがなかった。そのような状況の中で起こったのが、64年のローマ大火である。これは、ローマ市民とキリスト教徒にとっては、最悪でしかなかったが、市街地が壊滅したため、ネローテとト、おそらくは、右腕として働いた建築家セウェルスは、ローマ市中心部の土地を没収し、 これを再建することができた。そしてその後、ローマ市中心には、歴代皇帝によるフォルムが建設されることになるので、ある。フォルムと行政施設、及びカピトリヌスローマ都市に必ず置かれた施設が、フォルムである。ローマ市もフォルムを中心に発達したし、フォルムさえあればそれは立派なローマ都市であった。ローマ帝国の街道沿いには、 ホルムと呼ばれる小さな集落も数多く存在した。最初は商人が露店を開くため、あるいは見せ物が行われるための単なる広場であったが、紀元前3世紀頃にキリシアのアゴラから着想を得た列柱が導入されるようになった。ただし、低成初期の建築家ウィトル・ウィウスは、ホルムの列柱はアゴラのものとは作り方を変えなければならない、と説いている。 フォルムで模様される、幻道士の競技が見えやすくなるように、列中の幅は広く配置するべきというわけである。帝政初期以降に建設されたフォルムはこの列中が発達する傾向にあり、ローマ市中心部の諸皇帝のフォルムなどの影響を受けた、フォルムでは、そのまま一つの外区がフォルムとなった。いくつかの例外があるが、フォルムはカルドとレクマヌスが交差する、都市中心部にあり、 バシリカとクリア、そして神殿が併設されていた。フォルムロマヌムのクリアユリア定世初期に建設された元老院議場。ユリウスカイサルによって建設されたものをディオクレティアヌスが改築した。バシリカは悪天候の際に使われるもう一つのフォルムとして、あるいは裁判所などに利用された。クリアはローマ市では元老院の議場として機能したが、地方都市では 都市参次会が用いるホールであった。クリアはフォルムの中でも一段と高くなるように設計されており、ウィトルウィウスによれば、立面は底辺の長さよりも高く設計しなければならないとされている。多くのものは神殿のように飾られた玄関を持ち、とりわけ遺伝のある建物であった。カピトリヌス神殿も大抵は地方都市ではフォルムの中かその付近に建設され、 北方属州では、これらの建物が完全に融合して一つの建築となって、外区を構成する、ホルムバシリカ神殿複合体と呼ばれる建築物が考案された。この建築複合体は、後にアウグストゥスのフォルムなど皇帝たちのフォルムに採用され、トライアノスのフォルムにおいて最も完成された姿となった。フォルムは都市の中心であったため、貴族や、 政務官、続州の長官はこぞって、フォルムを飾り立て、3世紀に地中海経済が停滞するまで、どの都市のフォルムも大変豪華であった。カピトリヌス神殿は、共和制時代まで、伝統的にユピテル、ユノ、ミネルアに捧げられた神殿であったが、帝政が始まると、次第に皇帝崇拝のための神殿に置き換えられていった。ネマウススのメゾンカレは、 カピトリヌス神殿として性別された可能性の高い神殿であるが、これは共和政時代に特有の御神を祀る三室内人を持たない構成である。アグリッパによって寄贈されたものだが、後に彼に敬意を表して、後位継承候補者となった二人の息子を祀る神殿として利用された。レプティスマグナの訂正初期に建設されたフォルムでは最も目立つ場所に、 アウグストゥスを祀る神殿が建設されているため、おそらくこれがカピトリヌス神殿になっていたと考えられる。クイクルのカピトリヌス神殿に祀られたのは女神はエノスであったが、この神はユリウス氏族の守護神で、神殿自体もローマ種のホルム・ユリウムにあったウェヌス、ゲネリクトス神殿の完全な複製であり、ユリウス・クラウディウス長に対する信仰を伺うことができる。 クイクルは後に市街が大きく拡張され、セプティミウス・セウエルスによって新たにフォルムが形成されたが、そこに建設された神殿は、セプティミウス氏族を祀るものであった。劇場、闘技場、ボストラの劇場、マルケルス劇場のフロンス・スケナエ、ネマウススの円形闘技場、トゥレの競技場劇場と円形闘技場は、正方形に区画された都市に配置しにくい施設であるが、一般に、 ローマ都市遺跡の中では最も保存状態が良い建築物である。劇場はギリシア発祥の建築であることが明確であるが、ギリシア劇場はそのまま受け入れたわけではなく、ローマ人によって大きく修正された。どちらの劇場も観客席の前にオルケストラが設けられているが、古代ギリシアでは合唱隊が動き回るためにオルケストラは円形に作られた。というよりも、 まず円形のオルケストラがあり、これを客席が囲んでいたと表現できる。客席の反対側に舞台背景となるスケネがあり、俳優が演技を行う非常に高い講談であるプロスケニオンが設置された。これに対し、古代ローマでは擬曲に合唱体は必要とされなくなったので、オルケストラは小さく、大抵は半円形である。役者が演じるプルピトムは、 ギリシアのプロスケニョンよりも低く作られている。ローマ劇場で特に目を引くのはギリシア劇場のスケネと同じ役割を担うフロンススケナ絵である。フロンススケナ絵はギリシア劇場のスケネよりも大規模で通常は3層で構成され中央、両側の3つの扉を備え重要人物は中央からさして重要でない役は両側の扉から登場した。 おそらく小アジアで考案され、声優の声を観客席に届ける役割を果たした、フロンススケナ絵は、ローマにおいて宣伝され、やがて西方に広がっていった。ギリシア劇場は、すり鉢状の土地にしか建設されなかったが、古代ローマでは、平地でも劇場が作られ、大規模なものは露店であったが、オデーオンやアウディトリウムと呼ばれる、小規模なものには、屋根がかけられた。アンフィテアトルムは、 剣道士や猛獣との格闘、調教された動物の見せ物などのために建設された施設で、現在、世界で400弱が知られている。多くは円形だが、そうでないものもある。また、劇場を改装したものや、劇場と兼用されたものもあった。最も古い闘技場は、紀元前80年頃に建設された、ポンペイのものである。競技場と同じように、 ロート上の地形を利用して建設されているが、競技場とは別の施設として、カンパーニアで生まれたものと考えられている。ローマ市では、現当市の競技はフォルムロマヌムで行われるのが伝統であり、訂正初期になっても、工場的な建築として、闘技場を構築するという概念はなかった。しかし、ネマウススやレラテ、アウグストヌムなど、他の都市において、 この建築物が成功を収めたため、検討士協議が一般的になって300年が過ぎた後、ウェスパシアヌスによって、ようやく首都にふさわしい闘技場が寄港された。4万5千人から5万5千人を収容できたとされるアンフィテアトルムフラウィウムは、マルケルス劇場に連なるやや古臭いファサードを持つ建築物であるが、ローマ世界最大の闘技場であり、その思考には、 帝国の最も高い技術が集約されている。最下層部は5つの回廊に囲まれ、その中央部には、猛獣や剣士が通る通路や傾斜路、エレベーター、管理人室などが構築されている。キルクスは現在まで100程度が知られているが、客席は簡素な建築であったため、現在まで姿を止めているものは少ない。外形が残るものは、 レプティスマグナとアッピア街道沿いに残るマクセンティウスの競技場くらいである。細長いトラックを持ち、エウリプスあるいはスピナと呼ばれる中央分離帯を持つ。短編の一方は出走ゲートになっており、ラッパーの合図と共にゲートが開き、各戦車が一斉に出走した。大きさはまちまちだが小さなもので、長さ200メートル程度。テッサロニキア、シルミウム、 アウグスタ・メディオラヌムなどでは400メートルから500メートル程度である。ローマのキルクス・マクシムスは最も大きく長さ600メートル25万人を収容することができた。アンフィテアトルムと違って戦車競技は市民の娯楽として長く開催され続け、コンスタンティノポリスのキルクスは10世紀まで使われていた。カラカラミカドのテルマエローマのテルマエは確かに ローマ人が具体的な内部空間に抱いた関心の最も壮大な現れである。巨大な皇帝浴場にはボールトやドームを課した多様な内部空間が存在するが、そればかりか、そこにはそのような諸空間を共に合わせて複合的グループを形成しようとする新しい願いも存在する。このことが分化した機能的計画と関わりのあることは当然であるが、 機能的図式だけで説明しうるものではない。ポンペイのテルマエが未だ諸空間を不規則に配置していたのに対し、ティツステイのテルマエは南北方向を軸とした厳格に左右対称的な構成を示していた。トライアヌスミカドのテルマエにも十分発達した東西軸が見られる。ローマの集中地のカルドーとデクマーヌスと類縁的なこの構成はカラカラミカドのテルマエと、 ディオクレティアーヌスミカドのそれにおいて繰り返された。カラからミカドのテルマエはコンクリート作りのあらゆる可能性を開発した。その遺跡は今日でも雄大な計画であったことを示している。浴場建物は214メートル114メートルの長方形を片づくり、450メートル450メートルの囲われた区域の中に独立して配置され、 南北方向の主軸をこの区域と共有している。外側の囲いはかなりのマッスの初見造物で作られている。北浴には事務所と住居があり、その中央には主弦館があった。また南には水槽とそれらに沿って観覧席とがあった。校舎は浴場の建物の前面で行われる競技を 見物するためのものである。競技場の軸は、東西のダイエクセドラによって支持されている。ローマンコンクリートオープスレティクラトゥムオープスミクストゥムテスタケウムとレティクラトゥムによるオープスコンポシトムローマ建築の構造体を考える上で重要な工法は、現在、ローマンコンクリートや古代コンクリートなどと呼ばれているものである。ただし、 これは今日用いられているコンクリートとは全く別の素性で生石灰を焼き水和反応によって固化するものである。荒骨材をアリーシとするものをカエメンティキアストラクトラあるいはオープスカエメンティキウムと呼ぶ。特にイタリア半島中央部で産出される現在ポッツォラーナと呼ばれている砂と混ぜると高い強度をもたらすことが知られている。ローマの構造体は 表面の石やレンガの積み方によって分類され、外装を乱石積みとするものを、オープスインケルトゥム、石で網目のように構成するものを、オープスレティクラトゥム、レンガで構成するものを、オープステスタケウム、レンガと石の混成済みであれば、オープスミクストゥムなどと呼ばれる。このうち内部をモルタルと骨材による重点材で成立させているものが、 今日ローマンコンクリートと呼ばれているものである。ローマンコンクリートは最初にカンパーニアで壁材として用いられ、ポンペイには紀元前4世紀から紀元前3世紀のものと思われる石灰石との混成壁が発見されている。ローマ史でも早ければ紀元前3世紀後半には導入されたと考えられる。オプス・インケルトムといえる構造はポルティクス・アイミリアにおいて 紀元前193年の建設時下、あるいは紀元前174年の再建時において導入されたらしい。オープスレディクラトゥムは紀元前2世紀末に登場し、紀元前117年に建設されたホルムロマヌムのラクスイントゥルナエで用いられた。オープステスタケウムも紀元前2世紀頃に導入された。共和制初期のローマンコンクリートは強度にバラつきが多く、 混和剤の調合量やポッツォラーナの比率などは経験に頼っていたようである。しかし、長期にわたる経験と試行錯誤によって、共和制時代の末期までには、ローマイコンクリートはある程度安定的な運用を可能にしていた。それでも、紀元前33年に寄港したアグリッパの水道橋のように、試行後十数年でそのほとんどを回収しなければならない場合もあったようである。 初期定性時代には、ポッツォラーナは、プテオリから船積みされて輸入されるまでに至り、また、石切り場によっては、これと同等の強度を示す砂を手に入れることができる、ことも発見された。このことは、ウィトルウィウスの建築についての中で指摘されている。とはいえ、共和性時代には、単にコストの問題で使用されるに過ぎず、採用される建築も、倉庫や、闘技場、 浴場など、比較的新しいタイプのものか、伝統的な神殿建築の基礎部分など、人目に触れない部分に限られていた。アーチ構造や、これを連続したボールト構造は、ローマンコンクリートが最も得意とする造形であったと思われるが、ローマ建築に固持されていたギリシア建築の持つ権威は高く、水平量がアーチに変わるまでには時間を要した。ローマンコンクリートが、 新しい建築的表現を獲得するために採用され、その建築技術を余すところなく見せ始めるのは後、限定時代、特にパライアヌスとハドリアヌスの時代である。ローマンコンクリートによる造形はギリシア建築ではなし得なかった巨大空間を作り出すことに成功し、パンテオンではその雄大な内部空間を実感することができる。 レンガ及び改装材ローマ時代のレンガに施された国印章成前にスタンプが押され、これによって生産場所や生産年がわかる。共和制末期になるとローマンコンクリートはあらゆる建築に採用されるようになったが、当初は割りくり石を積み上げただけの不規則なもので、その上に漆喰を塗って済ませていた。やがて表面の仕上げもかなり意識されるようになり、 業界岩を噛み合わせるオープスレティクラトム、そして、定成初期には、オープステスタケウムが採用されるようになる。レンガと業界岩を交互に重ねることも行われており、これはコストを安く上げるための装置であった。建築にレンガが採用されるようになると、ローマ郊外ではレンガを多量に生産する工場が建設された。ローマ建築を支えたのは、 このような建設資材の安定的な供給と流通経路の整備である。ローマの建築資材はほとんどのものが規格化されており、共和制末期にはレンガなどは大規模な工場で生産、備蓄され、基準寸法と数量による発注と配達が行われていた。大理石は共和制時代にはギリシア、エジプトから輸入される希少資材だったが、テベリウス帝によって、 イタリア各地の石切り場が開設され、レンガと同様、大量生産のシステムが確立された。大理石園中の寸法は規格化され、事実上、プレハブ化されたので、他の建築から同じ規格のものを移築することもできた。インスラオスティア市のディアナの家を復元したもの。ローマの典型的な住居建築は、 中央のアトリウムに開かれた平屋建ての都市型住居で、ギリシア起源のドムス、多層型共同住宅であるインスラ、郊外型の住宅であるビッダの3種に分けられる。比較的裕福な人々はドムスを構えることができたが、都市部では圧倒的に賃貸型のインスラに住む人々が多く、現代でも見ることのできる古いヨーロッパの街に似た風景が広がっていた。ビッダは郊外や 秘書地に建設される邸宅で上流階級の人々の見えることができた。ただし公共建築に比べると住宅のような私的建築物は地方色が大変強く地中海から離れるほどその土地の伝統的形式で建てられたと言ってよい。例えばガリアの住宅は基本的に質素なものでローマの基準からするとほとんど小屋と言ってよい。 イギリスで発掘された住宅などは、地中海方面の住宅建築とは全く異なり、ほとんどの場合、中庭はない。人口密度が低かったことに起因するらしいが、住宅は庭に囲まれた建物でベランダを持ち、各部屋へはこのベランダを介して行き来していた。ここでは、現存するか、あるいは、上部構造がある程度残っている、建築物を挙げている。 基礎構造しか残っていないものや構造及び内部空間を把握できないものは対象としていない。カッコ内は設計者、建築物のある都市、建設された年代。現と表示しているものは現在の名称。テッタチーナのユーピテルアンクスル神域マルケルス劇場、ティベリウス記念門オスティアのインスラ、ポンデュガールガレリウスボビョ リキニュースのパビリオンローマ建築の研究は建築が美術の一つの分野として考えられるようになった15世紀のルネサンス時代に始まる。ルネサンスの芸術活動は古代美術こそが真に美しいとする観点に立脚するものであるがジョルジョバザーリがローマ人について言えばのの彼らはあたかもローマの様式をあらゆる様式のうちで最高のもの 今むしろ最も崇高なものにしようとして、領土内のあらゆる地域から美しいものを探し出し、それを一つの様式にまとめ上げたと言えるだろうと述べているように、特に古代ローマ美術こそが古代美術の完成と考えられていた。また、この時代にギリシア建築は全く知られておらず、古代の建築とは、すなわちローマ建築であった。ルネサンス最初の建築論であり、 以降の古典主義建築に大きな影響を与えたアルベルティの理論書デリアエデ・ファッカトリアは古代ローマの建築家マルクス・ウィトル・ウィウスポリオが残した最古の建築書デア・アーカテクターを基本として書かれたものであるがこの建築書はアルベルティ以降もラファエンロやフラジョ・コンド、アンドレア・パラーディオらを通じてその解析が続けられた一方で 古代ローマ時代の遺構の実測調査や古代文献の研究も進められたが、当時の研究目的は、あくまで建築設計における問題を解決するためのもので、ドナト・ブラマンテやラファエロといった正規ルネサンスの芸術家、そしてミケランジェロ、ジュリオ・ロマーノたちマニエリストの活動が物語るように、その建築活動は、ローマ建築に様々な意象を見出し、これを設計に導入して、 新しい衣装を開拓すること、計画された建築物の価値を正当化することにあったと言える。このため、今日では一般的となっているローマ美術の様式上の区分について、ルネサンスの芸術家たちはほとんど意識していない。ヴィットル・ウィウスが著書において建築に導入している音楽的な調和比例は、ルネサンスの時代に建築における市場の美とみなされ、 17世紀から18世紀に至るまで建築の研究はウィトル・ウィウスから導かれるオーダーの比例原理に関するものであった。しかし、17世紀にフランスの建築アカデミーにおいて、こうした調和比例が果たして本当に美を生み出すのかという疑念が生まれる。建築家、クロード・ペローは、オーデネンセスで3区エスポス・でコローンにおいて、 ルネサンス以来の調和ピレーが美を生み出すという理論には根拠がなく単純な整数ピレーが美しいという意見や批評が繰り返し与えられることでこれを美しいと錯覚するようになるのではないかと主張した。これに対し建築アカデミー教授であったフランソ・ワブロンデルは比例原理こそが建築美を生み出す基本的な原理であると反論したがアントワーヌ・デゴデによる ローマ建築の実測調査図面、例レでレファセス・アンティークスでローマによって、実際のローマ建築の比例は多様であり、ルネサンス的整数比例などというものはほとんど存在しないということが明らかとなった。ブロンデルをはじめとする保守派は、遺跡の中に比例原理が見られないのは、高いものを見上げた場合など、比例の右肩が通常とは異なるために、 最初から比例に補正を加えたものであると主張したが、ルネサンスの調和比例による世界観は大きく動揺し、やがて比例原理が建築の美を決定するという考えは放棄されることになる。18世紀になると、ヨハン・ベルンハルト・フィッシャー・フォン・エルラッハのエンベフ・フワイナー・ヒストリシアン・アーキテクターや、ヨハン・ヨアヒム・ヴィンケルマンのケシヒテ・デア・クンスト・デ・アルター・トゥームズなど、 ドイツ・オーストリアにおいて近代的な美術史、建築史の研究が始まる。美術史、建築史はそれまでのバロック、ロココ芸術の嫌をと反感によって生まれるが、18世紀から19世紀までのドイツ建築史の発展は古典建築よりもゴシック建築の研究によってなされ、イギリス、フランスにおいてもこの傾向はあまり変わらず、ローマ建築に対する 建築士からの研究はあまり行われなかった。また、18世紀中期に新古典主義運動が始まると、建築の根源が議論される過程で、ギリシア建築の詳細な調査が出版されるようになり、ギリシア建築がローマ建築よりも古く、純粋であると考えられるようになった。特にビンケルマンは、ギリシア美術模倣論において、当時のヨーロッパ文化を大敗、堕落したものとみなし、 古代への回帰を訴えたが、古代美術が全て近質で完成されたものとはみなしておらず、最も優れた美術は、紀元前5世紀から紀元前4世紀までのギリシア古典気の美術であると考えた。古代の美術、特に彫刻が末期に向かうにつれて衰退していくということは、すでにルネサンスの時代にも認められていたが、彼は古代美術の衰退期はもっと早く、 アレクサンドロス3世の死後にすでにその交代が始まり、したがってローマ美術はキリシア芸術のデカダンスであると考えた。ルネサンスの時代に生み出された芸術が衰退と大敗のサイクルを繰り返すという考え方はビンケルマンによって非常に印象的なものとなるが哲学において大きな足跡を残すことになるゲオルクビル・ヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルにもこの影響が見られる。 ヘーゲルは芸術とは自己理解を行うために必要な役割を担うものであり芸術の形態は自己映像に応じて変化していくものであると考えた。彼によれば芸術は歴史的に三つの段階つまり象徴的芸術、古典的芸術、ロマン的芸術に分類されそれぞれエジプトインドなどの東方の芸術、ギリシアローマの芸術、キリスト教、 ゴシック芸術がそこに含まれるとされる。ローマ建築は古典期芸術に含まれているが、厳密にはギリシャ建築とキリスト教建築の中介形態であり、ギリシャ建築が合目的性に徹し、単純かつ後期であるのに対し、ローマ建築は様々な目的を持ち、私的な場にも建築美が要求されるが、贅沢で上品さに欠けると考えた。ただし、 ヘーゲルにとって、建築の分野は、主な関心事はなく、彼の建築に対する考え方は、アーロイス・ヒルトの、ダイバウカンスとナウハデア・グランズ・トゼンであるとにおう、ところが大きい。現在、古代ローマは、政治学、法学、経済学など、様々な観点から研究が行われており、建築についても、都市遺跡の発掘や、碑文の解析によってある程度の情報が得られている。 しかし、木材による加工や建築装飾など考古学的に解明できない部分は多く、ローマ人が建築の美学をどのように捉えていたかという根本的な問題ですら、ウィトルウィウスの建築についてがほとんど唯一の情報源である。それも、ローマ建築においてどのような位置づけであったのかは分かっておらず、例えば、ウィトルウィウスのいう意味での建築家という職が成立していたのか、 成立したとすればそれは何時のことかといったことは明らかでない。ヨーロッパハドリアヌスの頂上ポンペイアジアパルミライセキアフリカエルジェムの円形闘技場。ありがとうございます。